表で名護市長を2年2期8年務められました南禰進様をご紹介いたします。今年2月の名護市長選挙の直後に沖縄慰霊の日に呼応する本日のご講演をお願いいたしました。それから4ヶ月ようやく実現の運びとなりました。配布資料の中のレジュメをご覧ください。それでは沖縄の心、私はなぜ地元新宿に反対するのか、どうぞよろしくお願いいたします。はい、最後水曜中華涙全然通じてないね。これは、沖縄の言葉、沖縄口と言いますが、沖縄口のですね、挨拶の、言葉でございます。非常に、便利な言葉で、こちらではおはよう、こんにちは、こんばんはと、その一日の続きでも、時間の、経過で挨拶の仕方も違うんですが、この無数用中華涙というのはですね、朝も昼も晩も同じ言葉で、そういう非常に便利な言葉でですね、意味は無数用というのはですね、皆さん、皆さんという意味です。中華涙というのは、今日お会いできて大変嬉しいございます。ご機嫌いかがですかというような、内容の意味を含んだ挨拶でございます。もう最近は沖縄の言葉も、話せる人あるいはその聞くことも、難しくなった人がいっぱいいる中でですね、言葉、文化、やっぱりその言葉、文化を失ったら国を失うというようなそのことも言われます。そういう意味で、沖縄がこれからも我々はよく言いますウチナーンチュのアイデンティティということを使いますけれども、やっぱりウチナーンチュであるということを、しっかりと自他ともに、認めてもらう、あるいはその主張するという、意味からも沖縄のその言葉を、大事にしようという運動を、じゃあ一番最初に、始めたのはですね、今の県知事が尾長さんが那覇市長をしているときに、その運動を始めようということで、ですから私は市長時代は議会の開会ですね、一番最初に登壇したときにもこういう言葉でスタートをするということにしています。ここに来て、長野に来て、意味はよくわからなくてもですね、どうぞこんなに便利な言葉があるよと、とぜひ、ご理解をいただきたいなと思っております。司会の方からもご紹介がございました。2月の7日までは名護市長を務めておりました南禰でございます。よろしくお願いいたします。まずはじめにですね、皆さんに感謝と、それから、お礼と、お詫びと申し上げないといけないなと思っております。実は私は、2期8年間、市長を務めました。そして、昨日2月4日に行われました、選挙まで3回の選挙を経験をいたしました。私が最初に出馬した時からですね、本当に全国から沖縄県内だけじゃなくてですね、全国から本当にいっぱいの
応援支援をいただきました。選挙の際は現地に名護までわざわざ足を運んでいただいて、家々をくまなく回ったり、あるいはその、十字路、三車路、道端で、演説をしてもらったり、あるいは現場に来られなかった皆さんは激励の手紙であったり、それからカンパであったりというようなことで、28年、そして、3回の選挙にわたって本当に全国から本当に絶大な大きな支援をいただいたことに対して心から感謝、そしてお礼を申し上げたいと思います。ただこういう大きな支援をいただいたけれども、先選挙では皆さん方の期待に応えることができなかった、まあ、そのことについては本当に申し訳ないなと思っております。まあ、でも今回の名護で行われた選挙、相手候補は辺野古の辺の字も言わない争点を隠しをする中でですね、政権官邸、自民党公明党丸がかりのそれこそ以上ともいようとも言えるような、選挙戦が行われて、結局、その前に、あえなく許されてしまったというようなそのことが、まあ、ございました。まあ、でもそれは、名護市民が出した結果でありましたので、それはやっぱり真摯に、まあ、受け止めて、これからの在り方に対してどうしよう、どうしなきゃいけないかということを考えていかなきゃいけないというふうに思います。選挙では負けましたけれども、先ほど言いましたように、辺野古のことについては全く口にしない、相手候補でしたので、選挙が相手候補は選挙で勝ったとはいえですね、辺野古が容認されたということにはならないし、で今もう4ヶ月も経ちましたけれども、今もって、新しい市長は、辺野古容認というそのことをしたわけではないというようなことを言っております。まあ、しかし、そんなことを言いながら再編交付金はもうすでに交付決定済みであるとか、それから先ほどは奥間さんから、名護市長権限のことについて、説明が、まあ、ございました。私は8年間にわたって市長として与えられた権限を名護市民のため、沖縄県民のため、いわゆる県域市域、そしてそれは沖縄、名護沖縄だけの問題ではなく、今辺野古で行われているものは全国にこれから広がっていく、あるいはその民主主義の問題、地方自治の問題、基本的人権の問題から言うと、それこそ全国の問題としてこれは、捉えていただけな、いただかないと、まあ、いけないなというふうにこう思っております。まあ、そのことについても、先ほど熊さんからもございましたけれども、今日お集まりの皆さん、そのことについては重々、理解をされて、いることだというふうに思っております。右の前方の方に、沖縄の痛み、これは日本の痛み、私の痛みということで、思いをその現実を共有するということが向こうでも表現されていると、実は、沖縄の沖縄選出の国会議員、上原康介さんだったでしょうか、日本政府の沖縄に対する差別的な
構造的差別と我々はこう呼んでおりますけれども、この差別的なその扱いに対して国会で掲げているのと同じようなことを言いました。小指の痛みは全身の痛み、そう受け止めてほしい。小指というのは 0.6% の面積しかない沖縄のこと、全身というのが日本の問題としてということを国会の場で、言いました。小指の痛みは、全身の痛みということで、受け止めてほしいというようなそのことを、述べて、おります。それが、残念なことに、その思いは、未だ勝って、それは実現はしていない。そればかりか今辺野古や、ゲート前や大野湾の両方の起こっているあの現実は余計にひどくなってきている。先ほど奥間さんもありました。それこそ聞いてよくお分かりだと思います。あれこそ無謀な無茶なそういうその計画であるということがよく理解できたと思います。よくもあんなところに飛行場を作ろうという計画をした。あれは素人が計画したものだから、奥間さんも言ってました。そうだと思います。だから今頃になっていろんな問題が洗い出されてくるんですね。これも辺野古が唯一だと何度も何度も同じ言葉を繰り返してきた政府なんですけれども、このことからも辺野古が唯一というのは辺野古ありきで進められてきた結果、今問題がいろんな問題が出ているのも、それをひた隠しにしながら11月の知事選で名護市長選みたいにひっくり返して国の言うことを聞く知事を誕生させて、でそして承認をもらっていくという腹積もりだというふうに思います。ですから私たちはそういう意味からも尾長知事をですね、絶対に守らんといけないということをまた改めて思うところでございます。昨日は6月の23日73年目、太平洋戦争が終わって73年目の慰霊祭、全戦没者の追悼式でございました。そこでも病気と戦いながらも尾長知事は毅然とした態度で明確に辺野古新基地は作らせないということを明言をいたしました。そしてその中に佐古合意から20年以上も経ってもまだ実現しないこの計画が辺野古唯一と言えるのかというようなことも知事は話をしております。そして一方総理大臣と安倍首相も挨拶に立っておりました。どんなに言葉を長くても並べても心に訴えるものがありません。そればかりかよくもずうずうしくも、そしてまた沖縄で言うとですね、血だ恥かさというんですけども、よくもこう、恥ずかしい思いもなくてあんなことが言えるなと思います。菅官房長官もよく言います。できることは全てやるというふうに言っています。それはそうですよね。 99% 以上はできないことばっかりですから、できることといえば 1% あるかないかぐらい。そういうその日本の国に
本当に主権国家といえる、民主主義国家といえるのか、主権国家といえるのかということを言いたいし、それから沖縄県民は、あれまた今日集まる皆さんもそういうような思いを持っているだろうと思いますけれども、ちっとも主権国家といえない。アメリカの属国とか隷属だとかいうようなその言葉しか出てこないし、またやってることがそうとしか思えないようなことばっかり。沖縄で米軍の飛行機の墜落や事故やいっぱいある、あるいは事件事故がいっぱい発生しても一言も言えない。地位協定の背景などについても一言も触れることもできない。相手があることだからだとか、運用で何とかしたいだとかというようなそのこと等で、逃げてしまう。当事者能力がないということを私もよく言います。本当に主権国家としての当事者能力はあるのか。その当事者というのは基地を提供する責任義務がある。同時に日本国民の、もちろんその中には沖縄もある、生命財産を守るという大きな使命があるにもかかわらず、それができていない。だからこそ主権国家と言えない状況にあるのではないか。またもう一つには、自浄能力というか自浄作用が全く効かない今の政権。森本問題や家計問題、それからイラン派遣の日報の問題、セクハラ問題、どれ一つ取っても逃げ向上ばっかり。ましてや身内をかばうことばっかり。当事者能力も自助能力も失ってしまったこの日本の行く末は何がある。それは戦争法が成立をし、今憲法改正もしようという動きが出ている。安倍さんは私の使命だというふうにこう言って、自分の在任時代に必ず実現したいという、まさしく戦争できる国に向かって突っ走っているというこの政権をですね、いつまで私たちは認めるのか、今私たちに問われている大きな問題、課題じゃないかなと思っております。はい、入る前に少し、前段が 長くなりましたけれども、今日皆さんの方に、レジュメをお届けをしておりますが、多分レジュメ通りにはなかなか話が進まないのではないかなと思います。と申しますのも、私はこのように、多くの皆さんの前で、順序を立てて、理論武装をして、大学の先生みたいにですね、きちっと、講義をする、講演をするというようなことには全く慣れておりませんので、話はあっちに飛んだり、ここに飛んだりというようなそのことなどあって、多分そのレジュメ通りには話も進まないのではないかなと思っております。まあ、その場合にはまたご容赦をいただいて、ここに書いてあるものをですね、またご覧になりながら、理解を深めていっていただければありがたいなと思っております。レジュメで一番最初にはサンフランシスコ条約の話もこう、書いておりますが、沖縄がですね、これまでよく琉球処分という言葉は皆さんよくその、聞かれたことがあると思います。琉球処分ということですから、それはもう、そこには武力、権力、あるいは金の力などなどで、屈服をさせられるというような、そういうその、現象がですね、明らかになってくるというようなことが言えるとこう思います。
ここにはサンフランシスコ上空から書いてあるんですが、その前には、1609年には薩摩藩がですね、沖縄に侵攻していく。そして、1879年には、全国に遅れて約9年遅れて廃藩置県が執行される。この廃藩置県によって、これまでは琉球国務というふうに、いわゆる一つの独立国家としてですね、琉球国王もおりましたし、ありましたけれども、それを、琉球国を潰して沖縄県と、これも一つの、琉球処分、一番大きなその始まりのものだと言えます。そして、戦争が太平洋戦争があった場合には捨て石作戦ということで、総玉砕命令の中でですね、県民の4人に1人が犠牲になるという痛ましい、そして、今でも言い伝えられている、国内で唯一地上戦が行われた、苛烈な、激戦地であったと。あれから73年経ちました。日本も約7年ぐらいですかね、若狭元帥が、いわゆるその植民地政府として実施をされておりましたけれども、1951年にサンフランシスコ条約が締結されて、52年の4月28日に、それが発効したということです。日本はそれによって独立した、あるいはその主権が認められたということになっておりますけれども、沖縄は代わりにアメリカ軍に七草として提供されて、それ以来27年間米軍の占領下、米軍統治下に置かれた。人権、そこには民主、それこそ民主主義も人権、中国自治も人権も全くないという時代が27年間も続きました。その時のある行動への関の発言の中に、沖縄の父は神話だと、沖縄の、それから、ネズミは猫が許す範囲でしか遊べない、ネズミは沖縄県で、猫はアメリカでということですね、こういうふうに、常に、私たちはその外交の道具として日本とアメリカの、手のひらの上でですね、コロコロ転がされながら、そして、そこではあの見放された、忘れられた時間空間というのの中で、我々は生活を送っていかなきゃいけないと思います。ここにも書いてありますが、遠野湯から大和の湯、大和の湯からアメリカ湯、アメリカ湯から大和の湯、ヒグマ坂渡る沖縄の湯だと思います。これそのまま、だいたい字を見ればだいたいわかると思います。遠野湯からというのは、いわゆるその琉球国として中国と万国侵略という形でですね、交易が行われていた時代のことを言っています。それから大和の湯というのは、薩摩が侵攻し、そして廃藩置県が行われて、これが大和の湯になる。それから大和の湯からアメリカ湯というのは、戦争が起きて、敗戦の結果、沖縄は米軍の統治下に置かれて、地平も何度も変わりました。円から軍が発行する軍票といわれる、D 円といわれるもので、ドルを使う。そしてまた今、また円を使う。ということで、紙幣もですね、この時何度も何度も、変わりながら、やってきました。で、そのアメリカ湯、27年間のアメリカ湯が終わって、1972年に日本復帰をします。それがまた、アメリカ湯から山を作る。こんな風に、その、時世
そういうその時代にですね、翻弄されながら沖縄というのは常に苦難の道を歩まなければならなかったという歴史がですね、この中に含まれています。ですから、ぜひ、いろんな沖縄のことをですね、勉強する、あるいはその理解をいただくということがありますけれども、沖縄のこのこういうその歴史という歴史的な背景というのを、知っていて考えるのか、知らずでそれを語るのかというのそのことが非常に大きな違いがあると思うんですね。沖縄出身の国会議員が、菅官房長官に沖縄の戦後史を知ってますかと言ったらよくわかりません。よくわからないのに沖縄振興、沖縄振興というばかりことはある。その振興についても帝王が言うことを聞かなければ剥ぎ取るぞと、アメとムチの政策をずっと取り上げる。今独立論の話が出たり、それから万国診療で、アジアのダイナミズムを取り入れるとかいうようなそのことでこういろいろやってますが、知事もですね、そういうことで、いろいろ夢を描いて募りますけれども、日本という国はですね、沖縄が自立をする、強くなるということを一番怖がっているんです。嫌なの。それはなぜかというと、これまではやっぱり手のひらで転がしておいて、その飴と鞭の政策が有効に働いている。経済的にも自立をして強くなってくると、沖縄県も言うことを聞かなくなる。それでは困る。ということを一番、沖縄が強くなること、自立することを一番、嫌な思いというかね、そしてまたそれに対して、こんな、なんて言うんでしょうかね、一番心配というか、恐れているというか、というのはやっぱり日本政府のようなんだ、というふうにこう思います。で、この雨と鞭が、ずっとこれまでもこうついてきて、この前行われた名護市長選挙も、結局はそれの裏返しみたいなものだというふうに思います。菅官房長官をはじめ、二階幹事長、いろんな閣僚、国会議員、名護の選挙に100名以上集まってきて、でそして業界を縛りつける。二階さんは何でもいいからね、何でもいいから言ってくれ、何でもやってやるとい いうようなことでですね、で業界をその鼓舞し、こういうような形で、なされた選挙がですね、結局は、私たちの思いを打ち砕くというようなそのことになりました。まあ、でも、我々はそれでも、諦めずに、今ゲート前、それから、ウロワンのその会場で、全国の皆さんの応援をいただきながら抵抗を続けています。その抵抗もキーボール それもですね、いつも、追い詰められたような、逼迫したような、そういうようなことでではなくて、山城博さんもいつも言ってます。したたかに、そしてしなやかに、機動隊に引っこ抜かれても、海上保安庁に海に、ね、溺れさせられても、それでもなお立ち上がってきて座り込む。非暴力を徹底してやることで、権力にはやっぱりそういうことでしか抵抗できない。少しでも体が触れる、手が触れる、すぐにも公務執行妨害、そして留置場に連れてくる、
これは長さの状況でありますから、目には目をとか歯には歯をだとかというようなそのことでやると、それこそ相手の思うつぼでですね、我々は我慢をしながらやっぱりそれでも非暴力を通して、頑張っていくというそのことをですね、全国の皆さんの支援を得ながらやっています。まあゲート前の話、それから、ボロワンでの話をもう少ししましたけれども、ボロワンでは、どんなことが行われているかということをですね、いわゆるこの海上保安庁 の、 この権力によるその暴力、まあ、これはこの写真は、地元の新聞にも、報道されたものですけれども、どうでしょうかね、東京あるいはその長野でもですね、こういうことが、伝えられたのかなと思いますけれども、多分、それは伝わってないのではないかなと思います。その中の、いくつかの写真をですね、皆さんに見てもらいたいと思います。これが現実にのこで行われていることなんですよということですね。画面にしたいと思います。これは小さな、船に乗って抗議をしている人たちがですね、海上保安庁の、保安官たちがあんな小さなものにこう飛び乗ってきて、それでこう弾圧をする、制圧をするというようなこういうものがこう日常的にその行われていると。でそれが、どんな形でかというと、こういうふうに羽交い締めです。もう息も、できないぐらいですね、羽交い締めに、されてしまう。それから、こういうふうに足でですね、首を締め付けられる。こんなこと、この女性ですよ、この首を締められるのはですね、こんなことがその、でそして、こう、ね、こう転覆させられて、そして溺れかける。ここには人権もクソもあったもんじゃないですね。本当にひどいことが、行われている。でこのことを国会で、県選出の国会議員が国会で追及しても、保安庁や、警察庁は適切に対応している。日本語というのは便利ですね。危険を除去するために適切な、措置を行っていますというようなその答弁なんですね。そして、ゲート前では先ほどおさんからもありましたけれども、ダンプカーが、並んでいる前でですね、こういうふうに、プラカードを持って、頑張っているけれども、すぐにも排除されてしまう。先ほど500人行動の話がこうありました。500人行動の時にはですね、さすがにこの機動隊もですね、すぐに引き抜くということはやっぱりできないんですね。500人行動の最初の時には、約5時間近く、ダンプカーを止めました。そうでない日にはですね、大体30分ぐらいでですね、機動隊とそれから、アルソップのですね、兵士警備の人たちがですね、全部こうすぐ30分ですぐ引き抜いて、ダンプカーが中に入っていけるというようなその状況が繰り広げられているというそのことですね。でまた近いうちに8月からまた、その500人行動を、展開をするというようなこともお話がございましたけれども、我々はすぐにも止めるということはできないけれども、でも、できるだけの抵抗をしてそれを、抑えていく。時間がかかってくることによって、だんだん状況もやっぱり変わってくる。
その状況の変化っていうのは、最近で言えば米朝問題ですね。世の中の力、パワーバランスが変わってくると、これまで安倍政権は経済的な圧力、その圧力、圧力ばかりでずっとこうやってきましたけれども、圧力ばかりでは憲法は開けない。で今、北朝鮮から核が全てなくなるというような話もされている中で、辺野古が本当に必要なのかということにだんだんやっぱりなってくるんじゃないかというふうにこう思うんですね。そのうちに辺野古はいらないという話にもなってくるのではないか。しかし今でもすでにですね、本当は辺野古って辺野古作って誰が使うんだというそのことはですね、これまでもよく言われてきたんです。皆さんご存知でしょうか、米軍の再編計画ロードマップというのがありまして、沖縄にある、これは沖縄だけじゃないですね、その海外にある米軍基地の、再編のロードマップというんですけれども、その中に沖縄が入っていて、沖縄の海兵隊約9000名をオーストラリアであったりグアムであったり移転するということになっています。そうしますと、これだけの人が海兵隊がグアムやグアムなどに行きますと、この新しい基地って一体誰が使うのかということになってくるのではないか。そこには日本政府が見据えているのは、こういう国際情勢が変わってきて米軍は本土に戻っていく、そういうふうな時期が必ず来るだろう。そうすると今度は自衛隊がこの辺の国の基地を使う、そういうことをもうすでに頭の中で計算をされているというふうにこう思うんですね。米軍がということで、逃げ道を作ってですね、口実でもって、やっておりますけれども、それは国民騙しそのことであってですね、実は内実はやっぱりそうではないというような、そのことを私たちは見抜いていかなきゃいけないというふうにこう思います。辺野古ができない理由というのを先ほど熊さんからも、ありましたけれども、その他にも、できない理由、そしてこの計画が無謀で無茶な計画であったというのを裏付けるもう一つの新しい、ものが、タイムス の阿部記者がですね、すっぱ抜いて出したことがありました。これも画面で皆さんに紹介したいと思いますが、高さ制限というのがあります。これは飛行場周辺 の2000メートル以上のですね、半径2000メートル以上 のところで建物が55メートルを超えるものはですね、あってはいけないということになっています。その高さ制限に引っかかるものはどんなのがそのあるかと言いますと、ちょっと小さくて見えないですけれども、国立高等専門学校、それから国立高専というのはこれですね、高等専門学校、それから、学生寮、久米小学校や久米中学校、それから、沖縄電力の、高圧線の、鉄塔、こういうものが実は高さ制限に引っかかるということにこうなっています。でこの高さ制限の中で鉄塔については2年前から電力とすでに協議が進められている。ところが地元自治体にも学校にも全く連絡がない。このタイムスでそれが報道されてが初めて自治体の地域にも説明に入ったという、こんなそのデタラメな、状況がこうあります。その中で、防衛局が言っているのは、鉄塔は
撤去しました。これは全て国の予算で撤去します。撤去だけじゃなくて移動しますというそのことになっております。ところがこういう国立高等専門学校であったり地元の小中学校であったりというのはですね、対象外だと言っているんですね。変な話です。鉄塔は取り除くのに学校は安全だと、大丈夫だと。そこには700名の国立高専の生徒や300名余の小学校中学校の生徒たちの、こういうの子どもたちの命はどうなるのか、それについては全く、言及しない、大丈夫だと言って鉄塔は撤去するという、こういうその二重基準、ダブルスタンダードみたいなのが当たり前にですね、これこういうふうにこう、行われている。すり替え問題であったり決裁文書の書き換えであったり、これはもう、閣僚も含めて今の日本政府の得意とする分野でありますので、何とでも言い換えることができる。だったら本当に子どもたちの安全はどうなるんだ、それについては全く触れない。これも米軍に対しては何にも言えない。どうしたらいいんでしょうかね。その他にも、できない部分についてはもっといっぱいあります。先ほどの、軟弱地盤、分裂のような地盤であったり、活断層であったりというのがありますが、先ほどそれからオーロ湾なんですね。オーロ湾には5800種以上の、海洋生物が住んでいるということです。その5800余りのうちですね、262種は絶滅危惧種に指定されたような本当に貴重な生物です。それを埋め立てて土砂を詰め込んでですね、それを詰めて、壊滅状態にまで追いやってしまうというようなそのことを今、やろうとしているんですね。この、何も言えないその、日本政府という話もしましたけれども、その他にもすでに皆さんも、ご存知かなと思うんですが、天満所属のヘリコプターであったり飛行機がですね、2017年にですね、12回の事件事故を起こしています。墜落はですね、前後合わせると4回です。1年ちょっと余りで、その他に不時着、緊急着陸、それから、部品の落下などなど、このぐらいのですね、あります。これは今、2017年だけの話をしていますが、その一月前には、名護市のアブでオスプレイが落ちました。オスプレイが落ちまして、落ちた時にはですね、実は複数で訓練をしていましたけれども、そのうちもう一つの一機はですね、なんとか普天間飛行場まで戻っているんですが、ちゃんとした着陸ができないんです。胴体着陸してるんです。これだけ不備な、いわゆるよくそのアメリカでも、未亡人製造機だというふうにこう言われているんですが、欠陥だらけのオスプレイ。これが今横田にも配備されるというようなことがなっているし、滋賀にも配備される。日本側の沖縄化が、始まっているというその状況であります。そしてつい最近6月の11日には F-15 が那覇の沖の80キロ沖の沖でですね、 F-15 が墜落し、その時その都度抗議をし、そして飛行停止を求めても原因が究明されないまま2日後、3日後、あるいは1週間後に飛行が再開をされる。
ということがこれまで続いています。これも日本政府は一言もアメリカ政府に対してものが言えない、気をつけてくださいよとだけしか言えない、飛行機を止めるかとかですね、その原因究明を結果を報告せよだとか言ってもですね、米軍は何も聞かない。普天間の小学校に、窓奥が落ちた去年12月ですね、あれから児童の避難の数が、ね、527回です。要するに普天間からヘリコプターが飛び立つと学校の上を通過するたびにですね、先生方から避難しろと子どもたちに指示が出る。これが527回も続く。これ新聞は6月13日付の新聞ですから、6ヶ月間の間に527回。一番多い、一日に29回の避難が、避難指示が出されたというようなそのことも、こういうのが本当に日常以上が沖縄では日常という形でですね、続けられている。これが今の沖縄の現実。普天間ゲート前もそれから、オールワンの会場もそうですけれども、本当にこれが今の沖縄の現実がやがては広がっていくだろうということが一番その心配をされています。その時に今一番期待されるというか、早く何とかしてくれということで、今承認撤回の話が出てきたところが出ています。その承認撤回をするために、大きな根拠を示すために今県民投票をしようという運動も今起こっております。その承認撤回がですね、いつ出されるかということについては、県民も非常に今か今かと待っているんですが、やっぱりこれはやっぱり高度な判断が必要なんでしょうね。今まだ撤回はされておりませんけれども、でも知事は自分の任期の間に必ず撤回をすると明言をしておりますので、間もなくそれも出されるでしょう。撤回をしても国はですね、もうすでにまた次の手立てをもうすでに考えているとは思うんですよ。裁判を起こしたら、今日本には三権分立なんて家に帰った餅のようなものですから、裁判問題になったらもう必ず勝てるというふうに思っておりますから、裁判の問題であったり、あるいはその、大臣からの国からのですね、指示であったり、それから、大執行であったりという、その国の側にはですね、いろんなそのあれが手法がやっぱりあるんですね。それを使って、潰していこうということはもうすでに考えているだろうとは思います。でも撤回をするというそのことはですね、非常に大きなその意味をその持つものでそのありますので、それは早めにこう、知事には出していただきたいなと思っておりますが、承認撤回にはですね、県民投票の結果がという話もありますけれども、その他にもですね、なんかボケてくるかな、見えますね。埋め立ての承認撤回を巡る主な問題点というのがございます。一つには、環境保全の不備、要するに今国がやるべきことをそのやっていないというそのことなんですね。これは、奥間さんからもありました、希少産後の移植をしずに護岸工事を行っている。それから、資材の海上運搬の影響による呪言保護策の不備、こういうのも今全く手つかず無視して工事が進められているので、これらも一つの大きな理由としてその挙げられる。それから設計変更のその必要性というそのものがありますが、設計変更というのはですね、軟弱地盤、先もありました軟弱地盤が明らかになったにもかかわらず設計変更をしていない、
これはなぜ設計変更を今してないかというと、今出しても尾長知事に認めてもらえないから。最初に遅く申し上げましたけれども、知事選が済むまで待っているというそのことを、狙っているんだろうと思います。それから、留意事項の違反、前の知事が、埋め立て承認をしたときに、承認をするけれども、こういうことに気をつけて、しっかり実施をして工事を進めるようにという留意事項というのがあります。この留意事項には、実施設計環境保全の事前協議を行わないまま事業に、着手を今したと。事前協議をするべきだけれども全くされていないので、これも一つの大きな理由になる。予定されていない方法で会場から資材を運搬している。予定していない方法というのは先ほども運搬船の話もこうありました。当初はそれも実は計画に設定の中にこう入っていなかった。今防衛の方はいや入っていた強弁していますけれども、そこには入っていなかった。それをしかしそれを今現実にやっているというようなそのことでですね、これらも承認撤回の大きな理由になるのではないかというふうにこう新聞でも、報道を、されております。ですから、県民投票というその結果を待たないまでにも、県民投票も本当に、6ヶ月ぐらいの間にこれが実施できるかどうかというのはちょっとわからない。時間的にもですね、非常にこう難しいのではないかなと言われてそのおりますので、県民投票の結果に縛られずに、その以前前にもうすでにこういう理由で、撤回はできるのではないかというふうなそのことが今県の方でですね考えられて、今進めていこうということに、しております。もうかなり、時間もこう迫ってまいりましたけれども、ちょっとレジュメの方に少し、戻らせてもらいますと、もう途中までは今この話をこう進めてまいりました。選挙の話も先ほどやりましたので、もう少し選挙の話をこうしますとですね、このレジュメの方にも書いてあります。名護市長選挙で何が起きたのか、期日前投票がですね、投票者数の約 60% 近く、58% がですね、期日前投票、これも前代未聞です。こんなことなんて言ってもありません。そんなことをどういう方法でやったかというと、下の方に番号があって、1234があって4番の方に組織戦に徹するということで、これステルス作戦と呼んだんです。200台のデータがそこに2人あるいは3名が1組になって、止まなく各家庭を回って引き抜いて期日投票に引っ張り出し、これをやったのが創価学会の役割。権力と筋力で業界、国事業界を締め付けているというそのことがあります。で、今回の、選挙は、政府の全面支援、国家権力も総動員、100人以上の国会議員、これは公明党や自民党や維新などですね、そういうその国会議員、この街の中をですね、黒っぽいスーツを着ている人がですね、もういくつもこう見えるんです。どんどんこういう異様な、見たことのない情景、風景だったんですね。こういう中で、次、自公の、完全セットってやるんですが、実は原田会長、創価学会の原田会長が、名護市の隣に恩納村っていうその村があるんですが、そこにですね、創価学会の研修施設があるんです。そこに県内の、指導者たち、リーダーたち、で県外からも、リーダーたちを呼んで缶詰にして、ここでその締め付けを
で名護にも、名護市内にもですね、公明党の選挙事務所も、これも多分全国でもあまり例のないことじゃないです。6万ぐらいの市のですね、選挙に公明党が自ら、選挙事務所を設置して、でそこにはナンバー2がずっと張り付いて、リーダーたちを締め付ける、またそう締め付けるある中には多分脅しだとか恫喝だとかですね、まあ、こんなものも入っているんでしょう。それから宗教団体ですから神の声もあったのかな。なんか そういう神様もいるとしたら、なんかもうあと宗教もなんか信じられなくなっているなと、まあ、いろいろと思うんですけれどもね。それから、先ほども申し上げましたけれども、蒼天隠し、辺野古という言葉は NG ワード、辺野古の辺も出さない。で創価学会では政治の話は何もしない、全て給食費はゼロにした方がいいでしょう。そう、それから保育所の保育料もゼロにした方がいいでしょう。こういうようなそのことでですね、各家庭で、でそして挙句の果ては、アンケートをやってですね、そうそう、給食費ゼロ賛成、給食費無料、そして保育料無料賛成しますか、どうですか、嫌という人いないよね。そういうようなそのことでもってですね、分断工作というのをですね、こうもろに出しているというようなそのことがありました。それからもう一つは蒼天隠しのほかにですね、もう一つは、候補者隠しです。候補者がですね、表に出てその政策を訴えるというのはほとんどないんです。実は私はこう各、外線で回ったり、各ポイントでいろんな演説をしたりするんですが、実は私とそのタイミングが合わなかったのか、それとも出てこなかったのか分かりませんが、私一度も彼の顔を見たことない。でその時に思ったんですが、今回の名護市長選挙は誰と争ってるんだろうね。戸口ではないんじゃないですか。そうですよね、相手は政府ですからね。というふうにこう候補者隠しで、マスコミからその県庁の記者クラブというのがあります。これは県外の新聞マスコミのですね、記者クラブがあります。そこからの要請、公開討論会の要請もだ、県内のマスコミからも要請したけど、ね、だ、税収青年会議所、若者たちの団体からやっても断る。明王大学の学生たちが計画をしてやろうとした、それも断る。合計7つの団体から公開討論会の要請をしたけれども、忙しいの一点張りで一度も表に出てこない。争点も隠すし、候補者も隠す。だから本当に誰が相手で選挙しているのかなと思わざるを得ないぐらい変な選挙というのがですね、これからも頷けるのではないかなというふうにこう思ってなってくるんですね。それでも結果は結果、それに屈してしまったという、あれその中にはやっぱり、先ほど申し上げましたけれども、脅しであったり、恫喝であったり、あるいはその利益誘導であったり、いろんなその手を使って、人々をやっぱりこう分断してきたというその結果、まあ、そういうようなことに、なったというふうにこう思います。でも、出口調査や、それから、世論調査などをやっても、まあ、名護市内だけの調査でも、6割以上の人たちが、
辺野古は反対だということが調査の結果が出ているんですね。ただそれがどうして選挙のにその反映されたのかされなかったのかというのが非常に不思議であって、また悲しいその結果になってしまったなということだと思うんですね。それでも諦めずに頑張る、そのことは絶対にやめない、続けていこうというのが今現場で行われている運動です。そして私も、市長の、座にはないにしても、辺野古の海にも陸にも新しい基地は作らさないということを市民に約束をして8年間自分では頑張ってきたつもりですし、これからも、そのために頑張っていきたい。それはなぜか、やっぱり子どもたちの未来のために、名護市の未来、沖縄県の未来、あるいは日本の未来のためにですね、ああいう新しいその基地を作らすということを許してはならない、こういうそのことは、その信念についてはですね、絶対に揺るぎはないし、これからも皆さん方との連帯を深める中で運動を続けていきたいなと思っております。今いわゆるその政治家と呼ばれるような立場にはないですので、稲見に進む講演会というのがありましたが、これは4月の段階で一応解散という形をしました。その間、その後にですね、ここにある名護市を作る会という段階でですね、これからもその辺野古を撤退させるまで頑張るというその運動をこの私を中心に、この会もですね、そのために、活動を展開していこうということにして、で今、オール沖縄会議の共同代表と、そして今お話を申し上げた、誇りある名護市を作る会の今代表にも、ついて、それを頑張っています。その他に、今新しい動きとして、その東海岸、名護東海岸、漁業協同組合を今立ち上げようということで、今県に5月の中間の居住の常に承認のための、申請を出しております。約審査期間として2ヶ月必要だそうです。ですから7月の中旬あたりまでは、その結果が出てくるかなと思いますが、今県知事と防衛が裁判闘争を行っています。いわゆるその願書破裁というですね、願書破裁の申請をすべきかそうでないかというその裁判です。国はする必要ないと言っています。それをその理由に挙げているのが、地元の漁業組合からが、漁業権の放棄をしている、漁業権を放棄しているから、ここに改めてその願書破裁の申請する必要がないという、これを理由にしてやっているんですね。でもこれも先ほど言いましたように、日本のその閣僚たちの得意分野といいましょうか、得意技といいましょうか、これまで何十年にわたってこの願書破裁の許可を申請すべきというのは、農林省が各自治体を指導してきたんです。漁業権あるなしに関わらず、知事の承認を受けなければならないというふうに農林省が自ら指導している。それを理由に今回県知事が提訴をしたら何を言い出したか。いや、実はこれは間違っていました。だから近いうちに訂正しようと思っていました。この問題が出たからですね、こんな話に。本当にああ言えばこういうですね、なんとか上流さんみたいなですね、はい、もう本当に、この弁が立つというか、その悪賢いというか、変なところによく頭が回るというか、本当に得意分野とする今のですね、
官僚たちも含めて、本当に我々は何とかせんといかないなというふうにこう思うんですね。それでも、我々の日本ですから、はい、我々の、国ですので、民主主義がしっかりと、実感できる国、そして、主権国家として、あるいは先進国として全世界に確たる位置を示す、日本はそういうことをこのやってきたと思うんです。で日本の、文化というのはですね、またそういう意味で世界からも高い評価をその受けてきたと。その高い評価をですね、地に落とさないためにもやっぱり、主権国家、民主主義が成熟する民主主義がですね、日本で生きているという、教えているというようなそのことができるようには、でもそれは非常に危ぶまれる。みんなお願い外交だけですよね。拉致問題で大変だ大変だと言ってるのに、トランプさんにお願いというほかはない。でそれから今日本、アメリカ第一ということで保護主義、貿易の保護主義をですね主張しているそのことに対しても、日本政府は面と向かって何か正しいあり方をに向けて何とかしようということをアメリカに対しては一言も言えない。それどころかアメリカが関税を、鉄鋼の問題にね、アルミニア鉄鋼の問題に、関税を課すと言ってきたら、日本はこれから外してくれ。自身の在り方を議論するんではなくて、自分たちはそれから外してくれ。こんなことしか言い切れない。これで本当に主権国家とか独立国家とか、あるいは先進国家というようなそのことが言えるのか。私たちは自分たちの子や孫に誇りを持って、あるべき姿を語れる大人にならなきゃいけないなということになりたいなというふうに思いますね。そういう意味では今は非常に大事な時期を私たちは迎えているんじゃないかな。今そういう大事な時期に今私たちはいるんじゃないかなというふうに思います。説明責任、そしてその責任世代として私たちはこれからも連帯の力をさらに強固なものにして、日本の正しい道を、あるべき姿をみんなで自分たちの力で勝ち取っていく運動というのは、こういうお一人お一人の、あるいは皆さん方の高い形式と意思がそれを実現をさせるというふうに思っておりますので、頑張りましょうね。